窃盗の疑いで逮捕されたのは、函館市の会計年度任用職員鎌田かなえ容疑者、56歳です。鎌田容疑者は、今年し3月、勤務先の市役所から盗んだキャッシュカードを使って、ATM から現金5000円を引き出し盗んだ疑いが持たれています。えー、この度は誠に申し訳ございませんでした。キャッシュカードは、市が会計を担う DV 被害などから女性を守る団体のもので、鎌田容疑者はこの業務に従事していました。警察の調べに対し、鎌田容疑者は生活費が欲しくて盗んだと容疑を認めています。口座からは合わせておよそ34万円がなくなっていて、警察は鎌田容疑者の犯行とみて余罪を調べています。